こんばんは、仰天ゆりなです。イエーイ。こんばんは。こんばんは、こんばんは。そう、今日はね、そうなんです、ありがとう。今日はそう、舞台の顔合わせで、そう、言ってて、そうなんです、帰ってきたんですけど、ちょっとね、お会いで、そのお仕事の関係上いらっしゃらなかった方もいらっしゃったんですけど、まあほぼほぼね、お会いしてきたかなっていう感じです。そうなんです。あさって、明日は休みで、あさってからお稽古が始まるんですよね。そうなんですよ。だから明後日から本格的にって感じです。そうですね、明日は休みなんで。いや、セリフはね、正直全然多くないです。はい、多くはないし、なんなら、もう関われる、ああどうだろうな、そう、関わる人と関わらない人とかがいるかも、やっぱり。そうそう、あ、そうだ、なんか、そうだそうだ、今日言ってたんだけど、劇団の人たちがなんか席をちょっと開放するみたいな、なんか日によっては席数増やすみたいなこと言ってたから、なんかワンチャン、もし S はね多分無理だと思うんだけど、多分 A とかを増やすのかなってなんか言ってて、そうだから、なんかもしそのいつ増やすのか分かんないんだけど、なんか増やすみたいなこと言ってて、そうそう、だからなんかもしそのタイミングとかね、都合がいけててくて、行けへんかった、あ、違う、売り切れて行かれへんかった人がおったら、その増席するらしいから、まあ、もしよかったらね、遊びに来てください。そうで、すごい人気だったらなんかワンチャン追加公演に、あの公演数ちょっと増やすかもみたいな。そうそうそう、ただやっぱ平日の中身、水木かな、なんかやっぱちょっとお席が結構余ってるらしくて、てかそれ以外の日は結構埋まっちゃってるから、まあその埋まってへん日とか空いてたらよかったら、ぜひ、人少ないから見やすいかもよ。ただね、 S はね全部ね、なんか売り切れてるっぽい。基本的 S は売り切れだったかな、みたいなことを言ってた。うんうんうん、そう、そうだから、まあそうだね、日にちが合えばぜひ。なんかこの前の画像とかね作ったから、うち、ほら、あれなんかいっぱい書いてるやつ、なんかほとんど、まあ私のショールームとか見てる人はね、まあ知ってるようなことが多かったと思うんだけど、まあそういうのを見、まあ基本ね、基本情報しか書いてないんだけど、あの画像とかね見てもらって、
そう、なんか夜な夜なさ、マジでさ、本当遅い時間にさ、なんか書いてたからさ、なんかもうちょい書くことあったなみたいな。でちょっと後々思ったけど、まあ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 、あ、A でも早く取ったからまあまあいい席だった。だってやっぱ早く取ったらいい席やねんな。そうよな。そう特に書くことなさすぎてさ、何があるかなとかって、まあ、とりあえず基本情報から入ろうと思って、お名前、生年月日とか血液型から入って、まあ、好きな食べ物とかね、嫌いな食べ物から入って、で、まあ、挑戦してみたいことだったり、趣味だし、あと基本的にする髪の毛と身長と色と、あと運動の経歴と何が得意かとか、足のサイズとか、そうみたいな的なね、そう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 な感じをね、書いておりますんで。まあでもファンの人だったらみんな知ってるかな、結構知ってることが多かったかな。どうだったかていうちょっと感じだよね、きっとね。知ってる人から知ってる人からすると、知ってるような情報的なね。感じだよね。まあこれをもとにね、なんか聞きたいことがあればぜひオンラインお話し会で聞いてけろって感じです。他に聞きたいことがあるように、何でも聞いてください。基本ね、オンラインとかリアル握手の時とかは、まあそれほどへんてこりんな質問じゃない限り答えてるしね。そうそうそう、何が好きですかとか、そう、私はチョコが好きですみたいな。どっかですです。最近びっくり仰天したことって何ってめっちゃ聞かれてそうだって。いや、もうないね。それは昔だね。めちゃくちゃ古いね。なんか昔、本当に昔だったらびっくり仰天だったんで、びっくり仰天したことは何ですかとか、まあ、そういうありきたりな感じだったけど、もうね、そのネタはね、古いんですよ、実は。そのネタはね、結構古くてね。昔はね、逆によくね、使ってたね。あの、生誕祭の時とか結構その感じ多いね。質問箱の感じが。そうそう。いや、古い古い。今はもうそれじゃないよ。今はね、それじゃない。マジもっと話すことあるやろ。やし、多分聞かへん。でもびっくりしたことあったら、なんやろな、ショールームで言うてるかも。マジショールーム毎日やってるで、ほんまに話のネタがなくて、
や、それびっくり仰天とか、もうほのぼのスターとか、なんかそういう話ってもうショールームのネタとして結構こう話してるのよ。だからなんやろな、なんかお話し会に来て、なんかわざわざなんかあんま聞いてる人はおらんかもな。見てへんのやったら聞いてくる人もおるかもしれんけど、でもなんかよもう毎日ほぼ毎日とか見とる人からするとマジおもんなって なるようなかなるかもしれん。そう、そうやね。そうだから、なんか他のことでぜひ、めっちゃ話しちゃうからさ、そういうさ、もうネタないで、ね、なんかいい話やなとかって思ったらすぐショールームとかで今日はとかって言うで、なんかちゃう話の方がいいかもよ。なんやろね、なんか分からんけど、クールビューティー行店、あ、ほんと別にクールじゃないねんけどな。ありがとうございます。6時のチャイムだ。おー、6時か、早っ。あー、家出たの午前中なのに、本読みして帰ってきてたらもうこんな時間。早くてびっくりだよ。まあ、次のね おすすめはね、あのねオンライン違う、あ、オンラインお話し会の15日のどこの部だったかながね、確か残りわずかまで残りわずかなんだよね。14日はね、なんかみんなが決済忘れなければ完売っていう予定なんですよ。だからそのそれがのなしだったら15日の3部だったかなが残りわずかまで、残りわずかな、でも残りわずかからね、の、ま、違う残りわずかまで、あと少しから残りわずかにするまで結構ね長いんですよ、道のりが。私は本当にめちゃくちゃ長かった。だからまあ分からんけど、でもとりあえずあのそこを次完売目指してるっていう感じですね。そしたら次はまた残りわずかの部数を完売させたいんですよね。目標はフル完ですからね、やはり。ですです。まあよかったらぜひぜひよろしくお願いします。イエイ。そうだね、クリスマスも完売させたいけど、でも日にち的にまあその10月15の方が先やから、そうそうそう、まだ24ってさ余裕があるやん、そのまだ日にち的に。だからまず先にそのあのなんや、日にちが近い10月15が先かな、やっぱり。そこをした後にクリスマスがの、 あのリアルの方が完売すればいいなって感じかな、日にち的にね。そうそう、先にあれしちゃうのがそうじゃん。だから先に日にちが来ちゃうやつからやっぱりあれしていきたいなっていう感じ。
Yes, yes. ちょっと今日15分で短いんだけど、この辺で終了にしちゃうね、ユナ。Very sorry。でも明日もショールームやるからさ、よかったら遊びに来て。今日はフルメイクし、仕事だったからフルメイクしてるんだけど、まあ明日はね休みなんで、ちょっと肌の定休日なんでね、すっぴんです、すいません。そのメイクしすぎて肌しんどるんで、肌の定休日です明日は、申し訳ない。じゃあ次ランキング読めます。13位食べ過ぎ飲み過ぎさん、12位春太郎さん、11位まさとさん、10位とちたってとちたときたぴさん、9位ニューネームさん、8位にきおさん、7位ワッフルさん、6位あきひこさん、5位おかやんさん、4位ちかいしーさん、3位なっていさん、2位ヤングさん、そして今日の第1位はあのね仰天と仰天天使最高さんです。ありがとうございます。というわけでちょっと今日短かったんですけどね、見てくださった皆さん本当にありがとうございました。じゃあ皆さんまた明日のショールームでお会いしましょう。バイバーイ。